吉田さん、まもなく会えますね。今12時4分です。お稽古終わって帰ってきました。でね、まあ、生涯で一番高いものは何ですかってことなんですけども、いや私もねこれ知ってどうするのかなって気もするけども、でも人にはそういう興味があるっていうのもね同時に理解できるんで、まあ聞けるもんなら聞いてみたいなと思いましたけども、私的にね答えれるとしたらお米かなって気がするんですけどもね。生涯に一番高い買い物ってお米じゃないかな。でお米ってその生きてる限りずっと買ってるような感覚じゃないですか。だから総額いくらになるんだろうみたいな感じはしますね。うん、お米じゃないんかなとか思っちゃったりするんですけど、ちょっと考え方変ですかね。だから10キロのお米だったらね、多分3000円ぐらいだって答えなんですけども、多分生涯でお米ってかなり使うと思うんですよね。でね、今回のテーマなんですけども、あの頑張れば なれるよっていうところですよね。あのおそらく今私がね月に100万円稼ぐことを考えたら、私はどっかの会社に就職する方が多分難しいと思うんですよ。どこでもいいんだけども、近所のとこでもいいし、例えば私がね近所のすき家ですよ、すき家でもいいや、すき家に正社員で私が就職しようと思ったら多分難しいと思うんですよ。でもそっちの難しさよりも多分自分でビジネスやって月に50万100万稼ぐ方が簡単なような気がするんですけどね。これなんかひねくれた答えでも何でもなくて現実そうだと思うんですよ。いや100万じゃなくてもいいですよ。私が月に10万円稼ぐのと10万ね、月に10万円稼ぐのとすき家とかセブンイレブンに正社員で採用されるのとどっちが難しいですかと思いますかってことですよね。セブンイレブンに勤めに行きます。まあバイトでもいいけども、でもバイトだとねちょっと条件があれですよね、あのアンバランスだと思うんで、久保哲郎が自力で月収10万を上げるのとね、どっかコンビニとか居酒屋に正社員として勤務して月に10万円を給料で持ってくるのか、どっちが難しいですかね。私は就職する方が難しいと思うんですけどもね、どっちでしょうかみたいな感じで、もうすぐ吉谷さんが来るな。おいでません。